どうも斉藤紳士でございます。さあ、今日から12月でございますね。はい、一気に寒くなりましたけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあ11月はですね、いろいろチャレンジすると言って、まあ今までないようなことをやったんですけども、再生回数が激減しまして、やっぱり皆さんそういうのはまあ興味がないのかなというふうに思うんですけど、まあまあまあ、僕のやりたいことをやっていきながら、トライアンドエラーでしっかり見ていただけるような動画というのをこれからもね、作っていこうかなというふうには思うんですけれども、まあまあそんなこんなでですね、でも毎月必ずやってる企画っていうのがありまして、まあそれが購入本紹介ですよね。まあだけはまあきっちりやってるっていうのと、まあ、新ラジオは金曜日にやってる、まあそういうのはね、必ずやるものっていうのはあるんですけれども、まあその一つにちょっとこう付け加えようかなと思っているのが、まあ読了本紹介というか、まあ読んだ本紹介、毎月ね。だから11月に読んだ本っていうのは12月の頭に紹介しようかなというふうに思います。はい。で、まあ正直僕本読んだら大体ここでこう紹介しているので、例えばまあ先月で言うと南海三部作ね、は読んでるわけですから、そこは3つなんですけれども、まあまあまあね、まあそれは紹介してるのでもういいかなというところで、紹介はしてないけどまあまあ読んでましたみたいな本をいくつか紹介するっていうことをちょっとやってみようかなというふうに思って、11月はね、取り上げた本以外で言うと読んだのはね、この2作です。はい。三島の美徳のよろめきとですね、小島信夫さんの法要家族でございます。まあ、法要家族は、実は一度読んでおりますので再読になるんですけれども、まあこれは非常に面白かったので改めて読んで、まあ、紹介したいと思いますけど、まあ、まあまずじゃあ、小島信夫さんの法要家族なんですけれども、まあね、一応妻のジョージをきっかけに家庭の崩壊は始まった。立て直しを図るけなげな夫はなすすべもなく悲劇を繰り返し、次第に自己を喪失する。不気味に音もなく溶けていく家庭の絆、現実に潜む危うさの暗示、時代を超えた現代に迫る問題作、法要家族とは何か、谷崎潤一郎賞を受賞しております。はい。まあ小島信夫さんを何の予備知識もなく読んだ人は多分なんでこの人は評価されてるんだと思うかもしれないです、文学的に。というのは、まあ、特にね、後半はね、だいぶ破綻してるというか、もうね、と書きのような文章ばっかりだったりするんですけど、この人の文学性っていうのは下手するともうこの人自身生ける文学みたいなね、この人の生き方、生き様とかが全てがもう文学なんじゃないかなというふうに思わせるような人なので、この作品だけを取り上げて文学的にどうだとかってちょっと言えない作家なんですけれども、まあこれはね、まあ奥さんがね、アメリカ兵とまあ浮気するわけですよ。でまあ奥さんは亡くなるんですけども、まあそのずっとその夫の苦悩というか、苦悩でありちょっと滑稽な部分であったりだとか、でも最後の方はね、わけわからないんですよ。いろんな人と家にずっといたりとかしてだからまあ家族って何なんだろうっていうのを考えさせるのに非常に面白いですし、まあユーモアがとにかくね、この人ある人なので、そういう意味でも非常にクスッと笑えますし、うん。ですけどもやっぱりこう、これはね、江藤淳さんが成熟と喪失っていう作品の中でかなり取り上げてるんで、まあ僕まだそれは読んでないので、ぜひそれをちょっと読みたいんですけれども、まあ、そこでどういうふうに取り上げているかとか、どういうふうに文学的価値を見出しているかというのはしっかりそこでフォローして読んで、またその後もう一度再読したら違った風景が見えるのかもしれないというような作品なんですけど、まあ非常に面白い作品です。今なかなか書店にはないかもわからないですけど、もしあったら買って読んでみてください。小島信夫さんの法要家族で、まあたまたまなんですよ、本当たまたまなんですけども、これもね、奥さんが浮気する話なんですよ美徳のよろめきでございます。はい。まあ、三島由紀夫といえば金閣寺か、
仮面の告白か使用祭かっていうぐらいだと思うんですけども、まあ、発売された当初、発表された当初話題になったという意味で言えば、それらと同じぐらい話題になったのがこの美徳のよろめきなんです。まあ、つまり、当時のその倫理観というか、道徳的な見地から見て、まあね、今ではちょっとそういうのはダメですけれども、女性がそういう不貞なことをするなんてっていうような時代に、それを赤裸々に書いたということで話題になるんですけれども、まあ上流階級のしつけのいい家庭に育った28歳の節子でございます、主人公はね。で、まあ親の決めた相手と結婚してるんですよ。だからまあまあそこまでの愛はないのかもしれない。でまあ婚前にですね、夫以外の男性と唯一こう接吻を交わした相手というのが土屋というんです。まあ、この土屋っていうのと、まあ不貞行為を行うんですけれども、あのね、まあ官能的な小説で、まあ会うたびにまあ貫通をして、二度の妊娠と怠惰というショッキングな内容なんですよ。で、それをまあなんていうんですかね、旦那さんがね、全く気づかないっていうお話なんですけど、気づかなさにの描写を見るに気づいてるんかなっていうような、なんだそこはね、ちょっと読んでて非常に面白いなというふうに思うんですよ。それと、結局その土屋とは別れるんですけれども、最後は非常にいいなと思ったのが、すっごい未練たらたらな手紙をの文で終わるんですけど、最後でバーッと手紙、あなたにのことがすごい好きだったみたいな、あなたへの愛をってうわーって書いて、最後に、まあその最後の文で小説は終わるんですけれども、節子はこの手紙を出さずに破って捨てたっていうところで終わるんですよ。これが非常になんかね、良かったなと、いい終わりだなとは思ったんですけれども、まあ、この1957年よろめきという流行語を生み社会現象となった不倫小説、まあなかなかセンセーショナルな当時はね、まあ今となったら別にそんなこともないのかもしれないですけれども、というお話で、まあ三島の文章のうまさとともに内容のショッキングな感じっていうので、まあ一読の価値はあるかなというふうに思います。はい、なので皆さんもぜひ読んでみてください。三島由紀夫、美徳のよろめき。というように、まあ月の頭に先月読んだ本っていうのは、まあちょっと紹介するというような感じでこれからやっていきたいと思います。まあ読書をしつつ、読んだ本をできるだけ皆さんにこう披露しつつ、紹介しつつ、この動画のね、チャンネル登録者、そして視聴回数というのが増えるようにこれからも頑張っていきますので、何卒よろしくお願いします。ということで今日は以上でございます。どうもありがとうございました。